こんばんは、松井さん。アマゾンのね、レビューなんですけども、実はアマゾンのレビュアーランキングっていうのがあってですね、私がこういうのをやるとしたら、まずは、成功例といいますか、もうそれを本業でやってる方をまずは学びますねというところなんで、ちょっとそっちの方にね、画面を切り替えていきますね。で、ご覧いただいたように1万名のカスタマーレビュアーっていうのがいますよね。だからこれが、だから1万以内に入ったらどうこうってやつだと思うんですよ。で、実際にトップにいるのはゆうくんっていう方ですけども、じゃあこの人はどんなレビューを書いてるのかなと、856件レビュー書いてますよね。こういうやつですね、うん、これが非常に参考になるんじゃないかなと思いますね。で、参考になった投票が2万2000いただいていて、パーセント参考が 100%、その他ずらずらーとありまして、きっとランキングの中でもしっかりと見ていただけるのって、このね、ランキングサイトでトップ100ぐらい見たらもう十分って感じになると思うんですけども、実際1万順番としては1万位の方でも、まあ学ぶところが実際あるわけですよね。だから1万位、1000位を見てみましょう。1000、あ、これがあった、1万、ふわりさんが1万件なんです、1万位なんですけども、レビューの合計が49件しかないんですよ。49件でも1万位以内に入っちゃうということですね、ふわりさん、こういう本とかをやってるのかな、本ばっかりか、何が言いたいかというとね、やっぱこうリサーチをして、で、必要最小限の労力で当てていくということなんでしょうね。でもその必要最小限の数ですらものすごく多いということは確保しなければならなくて、で、もう片方ではアクセスも取らないといけないんですよね、自分のそのチャンネルで。こっちが非常に重要なんですよ、実は。というのが、普段の動画が再生数、まあ、10とか20だと、そもそもその中で、その多分今回出資者を募ってますけど、出資者が10名集まるかって言ったら結構ね、厳しいと思うんですよ。ですので、これからは、実は10名の募集かけようと思ったら、まあ大体その100人とかね、まあよく言われるのが1000人、1000密って言われるんですけども、1000人に対して何かこうアクションを起こしたら、3人の方が反応してくれるっていうふうによく言われるんですよね。ポスティングでも、アンケートでも何でも。まあ、ですので、これからはね、YouTube のアクセスにも結構真剣に向き合っていかないと、要するに発信したいことを発信するのは YouTuber としては当然なんですけども、でも片っぽではアクセスを稼ぐためのこともしないといけないんですよね。ということで、今回ね、動画の結論なんですけども、まとめなんですけども、まあ1割ぐらいは自分の発信したいことをしっかりとミュージシャンとしての発信をしていきましょう。9割はアクセス稼ぎのためのトレンドをね、意識してやっていくこと、これがね、ちょっと今ね、欠けてるんだろうなと思いますね、例えばちょっと前ですけども、オリンピックの森委員長が女性蔑視発言とかで叩かれて、ついに退陣に追い込まれましたけども、あれを話題にしないとね、なかなかアクセスは取れなかったり、それからまあ一部ね、新型コロナウイルスのことも動画出されてましたけども、じゃあ実際どうなのかなとね、1年以上経ってみて、そこからどんなことが分かったのかなっていうふうなオリジナルの考察とか、有名人の誰々さんと自分の考えはどういうふうに合ってるのか違うのかってこととかね、例えばね、ちょっと前ですけども、尾道に堀江貴文さんが遊びに行った時に餃子屋で事件を起こしましたけどもまああの餃子屋さんっていうのはね、私の後輩でよく知った仲なんですけどもねちなみに、まあ、ああいうのを取り上げて自分はどう思うかとか、自分が飲食店に行った時今はどうしてるのかっていうところを、まあ、やっていくと、まあ、SEO 的には有利かなとかね、あとね、まあオリンピックの話題になっちゃうんですけど、また島根県知事がオリンピックは中止するべきではないかってことをこの前ね、言われてまして、どなたかだったかな、まあ国会議員の方にあれは注意しないといけないとか言われてね、注意するようなものかよみたいなね、自由な発言をしたらなんで注意なんだみたいなね、そもそもオリンピックはやらない方向に傾いてるのに、やろうとしてるのお前だけだよみたいなね、あんなことがあったりとかね、まさにね、
松潤さんが特別定額給付金っていうキーワードで私との出会いがあったみたいに、本当はね、YouTube なりお金を稼ぐ方法なりを探してるんだけども、入り口は全く違うところの方が多いわけですよ。だからそういうふうにしていくと、多分ね、もっともっと拡充できるところがあるんだろうなと思うんですよね。もちろんね、伝えたいことを発信していく、これ非常に重要なんで、これをね、後回しにしましょうってことじゃないですよ。両方やっていかないといけない。9対1ぐらいの割合で、1割は自分の言いたいこと、9割は世の中が知りたいこと、そういうのでバランスでやっていくといいですよね。で、今回の Amazon レビューの出資に関して、ちょっとお話を戻しますと、まず一つは、大体どのぐらい の売上見込みがあるのかってことなんですよね。で、はっきり言ってこの1万、レビュー1万は、1万番に入るってことは、まあ、松潤さん自身がこう一つの目標としてやるところだと思うんですよね。まあ、だからなんていうのかな、足が出てもいいからこれを保証するみたいなことがあったらもっといいですよね。自分もリスク取るみたいな、皆さんからお金も集めるんだけど、もし失敗したらこうしますとかね。で、ランキング1万番に入ったんだけども、出資者の方に十分お返しできなかったらこれしますとかね、そういうのやるともうちょっといいかもしれないですね。要するにその出資って、松潤さんのアクションに賛同するところもあるんですけども、ここに1万使ったらそれ以上になるかもしれないっていうのが出資ですから、それもね、こう考えて打ち出すといいかなと思いますね。というところで今回は以上でございます。